ご視聴いただき、ありがとうございます。投資情報を収集をされている素晴らしい視聴者様に向けて、本日、注目の株式情報をお伝えします。今すぐにこの情報をチェックしないと予期せぬ損失につながる可能性もあります。この動画を見るとわかること。一つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。二つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。プリズムバイオラボの株価がストップ高となりました。この会社は創薬事業を手掛けており、自社開発ではエーザイや大原薬品工業へのライセンスアウト契約があります。さらに、共同開発では小野薬品工業などと提携しています。24年9月期の営業損益予想は赤字ですが、売上高は前期比で大きく増加する見通しです。Rプランナーの株価がストップ高となりました。25年1月期の営業利益予想を大幅に上方修正したためです。戸建て住宅の販売棟数の増加や、販売価格の適正化、一部建築資材の値下がりなどが要因となっています。また、期末配当予想も増額修正されました。霞ヶ関キャピタルの株価がストップ高となりました。これは、連結決算で売上高が前年同期比 82% 増の335億9500万円。営業利益が3点モバイの36億4300万円と大幅に増加したことが好感されたためです。同社は冷凍冷蔵倉庫やホテル、ヘルスケア施設の開発運営を行っており、特に冷凍冷蔵倉庫や冷凍自動倉庫のプロジェクトが進行中です。アズジェントの株価がストップ高となりました。これは、角川のニコニコ動画などのサービス群に対する大規模なサイバー攻撃と、日本生命保険の顧客情報漏洩事件が報告されたことから、サイバーセキュリティへの関心が急速に高まったためです。ジェルシードの株価がストップ高となり、年初来高値を更新しました。その理由は、開発中の軟骨細胞シートに関する米国特許出願が特許査定となったことが発表されたからです。この特許は、東海大学の佐藤正人教授との共同研究の成果であり、変形性膝関節症治療用の細胞シートに用いられる予定です。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。グローバルダイニングは、6月の月次売上速報を発表しました。国内既存店売上高が前年同月比で 20.1% 増加し、プラス基調が続いています。客数も 13.1% 増加し、客単価も 6.1% 増えました。サンウェルズが東京証券取引所の承認を受けて、グロースからプライム市場への区分変更が決まりました。変更日は18日から24日までのいずれかの日となります。また、200万株の自己株式処分と150万株の売り出し、さらに上限も12万5千株のオーバーアロットメントによる売り出しも実施される予定です。この処置は、プライム市場の上場基準である流通株式比率 35% を満たすこと、株式の流動性を向上させること、そして投資家層の拡大を目的としています。トップカルチャーの6月の月次売上動向では、既存店売上高が前年同月比で 4.0% 増加しました。これは3ヶ月ぶりに前年実績を上回ったことになります。特に、書籍や特選雑貨文具が好調だったほか、コスメ、ダイソー、ガシャポン、古市のゲームトレーディング事業、そしてタリーズコーヒーが引き続き良好な成績を収めています。新学会ホールディングスは好調です。25年3月期第1四半期に、子会社 SG 総研の保有する ETF について、有価証券評価益2億4000万円を売上総利益として計上することになりました。これにより、企業の財務状況が改善される見通しです。三木工業は反発しています。2日の取引終了後に発表された中期経営計画が好感されています。この計画では、28年12月期に連結売上高400億円、営業利益22億8000万円を目指しています。現在進行中の再開発事業やゴミ処理施設建設などを通じて事業基盤の強化を図るとともに、売上高の 1% を上限として積極的な投資も行う予定です。ナルミアインターナショナルは、6月の既存店売上高が前年同月比で 15.2% 増加し、2ヶ月ぶりに前年実績を上回りました。この結果は、休日が2日多かったことや、天候に恵まれたことが影響しています。特に、コラボ商品や水着、浴衣、ジンベエなどのオケージョン商品の販売が好調でした。また、ナルミヤキャラクターズの限定新アイテムも百貨店や自社の e コマース店舗で好調に売り上げを伸ばしました。キュービーネットホールディングスのヘアカット専門店、キュービーハウス、が値上げ効果で収益を拡大しています。特に、6月の既存店売上高は前年同月比で 2.8% 増加し、2ヶ月ぶりに前年実績を上回りました。これにより株価も見直し買いの動きが見られています。さらに、投資指標面からも割安感があり、投資家にとって魅力的なポイントです。ファーストリテイリングの6月の既存店売上高は前年同月比で 14.9% 増加し、3ヶ月連続の増収となりました。客数は 8.1% 増加し、客単価も 6.3% 上昇しています。気温とキャンペーンがマッチしたことで夏物商品の販売が好調に推移しました。また、トレンドを捉えた新商品の販売も好調でした。良品計画の6月の国内売上高が発表されました。直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比で 14.0% 増となり、5ヶ月連続で前年実績を上回りました。季節商品やスキンケアをはじめとする生活雑貨が売上を牽引し、食品もテレビ放映の影響で好調に推移しました。さらに、
前年より土日祝日が2日多かったこともプラスの影響となりました。直営全店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比で 24.5% 増となりました。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあればぜひコメントください。